ちんちゃんこんなおしゃれになって こんにちは、くまみきです。そしてあいりです。ですね、すでに後ろがめちゃめちゃ可愛いんですけど、こちら名古屋パルコ西館8階のハローキティクレヨンしんちゃんカフェにやってきました。可愛い、もうやばくないですか。で私ゴリゴリのキティラだからそれは聞いてめっちゃ嬉しいと思って、今回ちょっと名古屋にあるカフェだったんで、うん、名古屋と札幌に今期間限定であるらしいんですけど、名古屋といえば愛理さんと思って呼んじゃいました。ありがとう、来ちゃったもう私キティちゃんも大好きだし、しんちゃん見ながら育ってきたんで、こんなコラボあるのって思って来てきちゃいました。どんだけ好きなんだっていう今日はですね、はい、こちらメニューがねいっぱいあるんですけれども、うん、こちらのメニューの中からトップ3当てるまで帰れません。ちょっとねダイエット中よ私でも当てれば、うんうん、帰れるからね。当てれば普通に食事して帰るっていうあれになるんでなんかちょっと今回難しいらしいです。さっき聞いたら、うん、名古屋の特性にちなんだ食べ物が人気、県民性が出るってことですか。ストレートでは当たんないんじゃないですかねってスタッフさんに言われて、マジかってなってる。そうなんか名古屋のプレッシャーすごい抱えてる名古屋代表として今回は県民性発揮していただきたいと思いますはい、わかりました。じゃあ早速一品目を頼んでいきたいと思うんですけど、はい、今回ゲストということで1個目選んでもらっていいですか。いっちゃう。じゃあ1位当ててください。すっごいプレッシャー。ね、中にはフードメニューとスイーツメニューと、うん、あとドリンクメニューがあって、それぞれ3つずつあるんだね。なんだかんだ映えだと思うんですよ。私もそう思う。まずはやっぱりしょっぱい系いきたいよね。そうですね、普通に私たち今朝ごはんです。やっぱりこのピンクのカレーがすごく可愛いから、まずは最初の一品はこれで。そうですね、私はでもこれだと思います。あ、やっぱり、はい、もうこれ当たっちゃうよこれ。じゃあ当てていきましょう。ハローキティとしんちゃんの仲良しピンクカレーふわふわサラダ付きをお願いします。うわー、かわいい。めちゃくちゃ可愛い。めっちゃふわふわしてる。ふわふわしてる。ピンクだし。それじゃあいただきまーす。あ、もったいないねこれ。もったいない。ちょっとこの泡の中が気になります。うん、気になる気になる。あ、サラダだ。すごい。泡ドレッシング。あ、嘘。本当に。本当だ。おしゃー。しんちゃんこんなおしゃれになって。え、カレーはなんでピンクなの。さっきね、お店の方に聞いたらそしたらビーツで色をつけてるみたいで、最近ビーツのチョコとかなんか流行ってますよね、うんうん、そうそう、ピンクの体にいいって言われてるよね、意識高いただきます。おいしい。クリーミー。そんな辛くないから、うん、結構お子様でも大丈夫そう、うんうん、美味しい。私すごく好み。台風の香りもするんだよね、ちょっとなんか本格的な味もする。結構本格的ですよね、うん、いやー、くまみきちゃん私当たったわこれ。いや、当たりだと思います。マグカップがベルキーでついてます。マグカップもらえんだ、うん、いいな。めっちゃカレーに埋もれてるけどちゃんと新しいやつがもらえるんですよね。新しいな、なるほど。これを持って帰るじゃないあ、チキンめっちゃ美味しい。うそ、うん、炭火焼けされてる感じ。そう、その言葉が出てこなかった。チキンだけでも結構食べたいですよね、食べたい食べたい。いや、なんかピンクだから、うん、えってなるかもしれないけど、うん、全然感じないですよね、うん、なんかピンクとかじゃない、うん、ピンク美味しいって、うん、ピンクが美味しいみたいな、うん、泡だけのドレッシングかと思ったら、あのちゃんとフレンチドレッシングかな、奥に入ってる。え、混ぜたからじゃなくて、うん、どういうことですか、うん、泡がドレッシング、何混ぜたの、液化した。なるほどカットしてもらえる、ここ使いまーす。ごちそうさまでした。絶対1位、これ1位だよね、絶対1位そうそう、もうじゃあ10位の方お願いします。仲良しカレーは第
4位。行こう。名古屋の方は何を選ぶ？県民性が出る。でも私はこれ、違うのかな。違うのかな。めっちゃ顔色めっちゃ伺う。でも私はちょっと自分を信じて、うん、ハローキティとしんちゃんのプリリンピーチパフェお願いします。これはでも入ってるよね。私もこれ入ってると思ったもん。いや入ってるでしょう、うん、あ、かわいい。これは入ってると思う。私入ってる、入ってると思う。まだ絶望から抜け出せてないんだけど。それじゃあいただきます。どこからいきます？お尻じゃない？やっぱりお尻ですかね。プルプル。お尻感すごいね。これプル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 してる。桃かな。桃なんだろう。桃。正解です。正解。すごい。桃尻です。桃尻。なるほど。芸が細かい。キンちゃん、キティちゃん。はあ、急に明るくなった。ちょうど食べるタイミングで。なんか甘々かなと思ったら結構フルーツ系ですね。うん、さっぱりしてる。ね、食べやすい。うん、食べやすい。スポンジが入ってるんだ。スポンジだ。うん。なんかジャムっぽい。うんうんうん。しっとり。うん。美味しい。美味しいね。なんか緑のなんだろう。なんだろう。あ、マシュマロかな。マシュマロがこんなとこに入ってるパフェ初めて食べた。これがなくなるにつれて私はこれが何位なのかっていうのをちょっと気になり始めてきたよ。食べ終わることが怖い。あ、もう終わり。もう終わりだよ。もう終わりだよ。ラスト。聞きたくないけど聞きます。はい。じゃあこちらの順位も教えてください。ブリーディングピーチパフェは第6位。どうする？帰る。名古屋嫌いにならないでね。名古屋にトラウマができてしまった。結構いい感じなの。お腹も私もっとカフェラテ飲めればそれでいいかなと思ったんだけど。じゃあ次カフェラテ頼みましょう。はい、カフェラテお願いします。まだそのトップ3を選んでないのよ私たち。多分、うん、名古屋の方はぶっ飛んだとこに行かないんじゃないですか。ピンクのカレーとか、あー、お尻のパフェとかちょっとパンチが強いじゃないですか。確かに確かに。そうじゃないんだと思う。来た、うん、じゃあこれ飲んで帰りましょうか。かわいい。かわいい。いただきます。結構多いね。ね、多いですね。うん、先にちょっと。うん、あー帰りましょう。もう落ち着いちゃったもん。お腹これでまだ1個も立てないよ。いただきます。お疲れ様でした。これ大変だね。なくなんない。なくならない。これまだ全然当てるのあるんで頼みましょうか。頼んじゃ、これをと飲みつつ次のものを頼む感じでいく。じゃあカフェラテと一緒に進めちゃいたいのいきましょう。わかった。これいっちゃっていいですか。いいよ。ハローキティと白のクリームたっぷりモフモフチーズスフレお願いします。これで当たってなかったらもう私終わるわ。終わるわ。来た。あ、かわいい。このセット最高じゃないですか。いただきます。入ってて。お願い。このタイミングでクリーム。あ、え、中の色めっちゃかわいい。かわいい。中こんな感じです。いちごの香りがする。え、これやばい。え、すごいしっとりしてる。なにこれ。新食感なんですけど、うんうんうん、なん、え、表現、ごめんなさいね、なんか語彙力のなさ。溶けました。うん、溶けた溶けた。ちょうどいい、なんかいちごのちょっと酸味と甘さもあって、うん、そこにチーズ、うん、余裕。私結構限界だよ。今一番です、私の中でこれ。あ、今日食べた中で、うん、でもこれは本当に初めてな感じ。ごちそうさまでした。これはもう入ってないと、もう、うん、もうじゃあまずカフェラテの順位教えてください。カフェラテは第
1位です。うわぁ、本当に美味しい。やっぱカフェ文化なんですね。ですね、最初に頼んでけばよかった ね、 ね、喫茶店大好きだから。ってことはでもこの組み合わせ最強だったね。うん、最強。じゃあこちらの順位を教えてください。チーズスフレは第8位です。そもそもメニュー9個しかないうちの8位だもんね。ワースト3からの方が私たち当たったかもしれない。あと最低2個は食べなきゃいけないから。この流れからいくと、うんうん、カフェ文化だから、うん、フード系はないと思います。だってカフェラテ1位でしょ。1位だもんね。例えばお子さんと一緒にいらっしゃった時にヨーグルトドリンクかピンクサイダーっていう可能性は高いかもしれないね。すっごい限界だけどサイダーだなって思う。ちょっとマジっすか。行ってみましょうか。はい、行きましょう。行きましょう、行きましょう。シロ、ワタアメ、ハローキティ、ピンクサイダーお願いします。来た、来た、ふわふわ。かわいい。なんかリンゴとか入ってる。うんうん、フルーツが入ってる。かけちゃってください。はい。うーん、あーさよなら、シロ。すごい、あ、すごい、ぴったり。いただきます。いただきます。どうぞどうぞ、じゃあ、じゃあ、いただきます。思ったよりさっぱりかも。へー、なんか、何味ですかこれ。カルピスとザクロの塩。ザクロ、おしゃー。うん、いただきます。そんなに炭酸強くないです。美味しい。お子さんも飲みやすいかも。リンゴ、うん、うん、リンゴ、うん、美味しい。ごちそうさまでした。限界よ。それでは順位を教えてください。ピンクサイダーは第2位。うわー、嬉しい嬉しい。終わったぐらいに喜んでるの。あと1個当てなきゃいけないんで頑張りましょう。さあ、あと1個。ちょっとお茶する感覚で皆さん来られるのかな、うん、そうなるとロールケーキだったらちょっと一緒にカフェラテと一緒に食べようかなってなるかもしれない。そんな気がするんですよね。そうだよね。でロールケーキかヨーグルトドリンクだったら見た目的にはやっぱロールケーキの方が安全な気がします。ハローキティとひまわりのラブリー前髪ロールケーキお願いします。さあ、これを食べて帰るぞ。帰ろう、本当に帰ろう。本当に帰ろう。頑張っているぞ、うん。さあ、あ、かわいい、かわいい。これはきっと入ってやると思う。かわいいもん。今度こそ当てます。いただきます。なんかケーキももちろんなんだけど、うん、周り気になりません？かわいいね、これ。何これ、あ、ゼリー？ゼリー？琥珀糖かと思ってた。あ、満点、うんうん、これ一番名古屋っぽくないですか？確かに確かに確かに。卵焼きとかのイメージ強いです。あ、なんかふわふわした。あ、本当？うん、え、私これ名古屋の方好きだと思う。うん、私もそう思う。見た目から予想できるし、うん、なんだ、昔からの味みたいな感じ。あ、確かに確かに、うんうん、ほっとする味だね、うん、なんか美味しいからいけちゃうんだよな、うんうん、本当にね、限界って言いながら結構食べられちゃうね。ごちそうさまでした。それでは順位を教えてください。前髪ロールケーキは第7位。笑うしかない。今最高のクライマックスを迎える気で私は。私も食べきって、ごめんね、ドリンクしか飲まないのね、親父ね。じゃあ絶対もう最後のドリンクじゃん。名古屋の文化についていけないの。でも1位カフェラテ、2位ピンクサイダー、3位もドリンクっていう名古屋の県民性をここで証明したいんじゃないかなっていう。そうね、どうしよう。行きましょう、最後ハローキティとワニヤマさんのカラフルヨーグルトドリンクお願いします。かわいい、かわいいけど見た目がすごいなんかチャレンジっぽい感じがする。チョコビ乗ってる。チョコビいただきます。私もいただこう。チョコビ売ってるみたいだよ、みたいなところで。え、欲しい。売ってるって。こうやって食べたい、漫画みたいに。青とピンクと緑、こんな味が違うんだ。うん、混ざってるよ、混ざってる。もうストローがもう混ざったやつがいってる、なんか余裕。さっぱりリセットされるかもしれない。うんうんうん、ほんとだね。え、
でもなんか味の違いはちょっとよくわからないかもしれない。いいですね、これデザート感もあって、うんうん、ドリンクでもうさっきのでさ外れちゃってるからこれが当たってるかどうかっていうもう怖くてしょうがないんだよね私。なんか今日一日、うんうん、すごいメンタルが強くなった気がします。怖いものないです、うん、なんか本当に正直余裕って思ってた、ね、絶対すぐ今日余裕の予定でしたね、うんうん。私このチョコビのキャラクターの名前は新山さんっていうのを初めて知りました。新山さんいただきます。さすがクラッシャー。クラッシャーなんで写真撮った後はすぐ食べる。もうなんかもはや無言で食べ続けるで気づいちゃいました。もう私ごちそうさん急な裏切り。嘘。頑張るから褒め続けてください。わかったわかった。くまみきちゃん素敵。横顔も素敵。今ザクロザクロ言ってる。給食で牛乳飲んでる時に笑わせてくる人みたいになってる。おりゃー。すごい。ありがとう。お願いします。本当にお願いします。本当にお願いします。ずいよ。教えてください。カラフルヨーグルトドリンクは第3位です。ありがとう、飲んでくれてありがとう。やったぞ。ちょっと苦しすぎてね。そうだね、そうだね。喜び2時間ぐらい食べてます。そうだね、そうだね。え、待って、ってことは本当に1位、2位、3位が全部ドリンクってこと。名古屋よ。みんなおしゃべりかな、おしゃべりするのかな。いや私こんな県民性に踊らされるとは思わなかったです。私もびっくりしてる。いやでも本当カレーもスイーツも美味しいから。本当に美味しいから全然食べてください。食べて、うん、一緒に食べてほしい。本当にカフェラテとスフレとか、うん、あとカレーもすごく美味しかった。美味しかった、うん。はい、というわけで今回は初めてのトップ3当てるまで帰れま店やってみました。みんなこんなすごいことやってたんだなと思って。ねー、みんなすごい、みんなすごい、うん、でもこれで私たちもすごい。いやいや、もうヨーグルト最後飲んでくれたから。本当タプタプでございます。すごく楽しかった。いや楽しかった、うん、絶対これ見ることできないじゃない、うん、一人できたら、うん、今日はいろんなメニューが見られて食べることができて、ね、すごく楽しかった。本当大好きなキティちゃんとクレヨンしんちゃんでもう幸せな時間でした。ありがとうございました。こちらのカフェね、期間限定でやっているので皆さんぜひこれからゴールデンウィークとかもあるんで遊びに行ってみてください。そして今回一緒にコラボしてくれたアイさんのチャンネルでもコラボ動画アップしてるのでそちらもぜひぜひ見てみてください。お願いします。楽しいよきっと。今から撮るんでね。そう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 。というわけで今日の動画楽しんでいただけたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。